こんにちは。朝5時半です。台風が近づいている状況なんですが、結構いいお天気で、そしてなんと27度もありました。時々強い風が吹いてきますが、思ったほどではありません。気温が高いからでしょうか、早朝からもみじ葵が咲いています。ちょっと風が吹いてかわいそうですね。もみじ葵は背が高いので、風が吹くとぐるぐると回ってしまいます。植えた覚えのないちょっとピンクっぽいリコリスの間から普通の彼岸花が出てきました。このピンクの花は突然変異なんでしょうか。ボタン咲き襲名菊です。だいぶ今日は咲いてますね。いつもの彼岸花です。最初に咲いたところですね。ガーデンアルストロメリアサマースの、今日も花雲がいるんですが、見えますか。トリトマローペリ、台風で倒れないといいなと思ってます。背が結構高いです。ヘメロカリスコーラルドーン、今日も一つ咲きました。昨日の花柄は摘みます。9時半になりました。曇りだと思ったんですが、ちょっと降ってきましたね。彼岸花です。今日は彼岸の入りですね。彼岸花が全国的に咲いているかなと思います。白いもみじ青い、ちょっと花びらが折れてますね。ガルビネアは背が低いので、台風には強いかなと思います。ツマグロキンバエがいますね。クリナムの花雲、なんか虫がたくさんいるんですが、これはどうしたんでしょう。あ、運び出していますね。彼岸花の花の成長はとても早いです。半田山はこんな感じです。雲がかかっていますね。午後1時半です。曇っています。気温が下がって 21.5 度になりました。高の葉ススキです。台風の心配はもうなくなったようなんですが、吹き返しが強いですね。隅田の花火、今頃咲いています。そしてこれは小紫ですね。たくさんの実がついています。ブッドレアです。アップで見ると可愛らしいですね。襲名菊ダイアナも無事でしたね。この辺は雨があまり降りませんでした。またクリナムの花雲です。これは別のクリナムの葉っぱに止まっているベニシジミです。ミニパンパスの近くにも彼岸花が咲き始めました。ちょっと葉っぱを持ち上げてみました。彼岸花は1本の茎に6輪の花を咲かせるそうです。つぼみが6つありますね。上から見ると6輪咲いているのわかるでしょうか。花びら6枚、おしべ6本ですね。先ほどのヘメロカリスコーラルドーンです。ちょっと花粉がもう飛んでいってしまってますね。コーラルドーンが年に何度も咲くというのは昨日初めて分かりました。もみじ葵の花びら、ボロボロになってますね。やはりちょっと風が強かったようです。アルストロメリアの花雲はしっかり捕まっていたみたいです。サルビアアズレアに貴重がいました。貴重はモンキチョウよりだいぶ小さいです。台風の被害に遭われた方はお彼岸どころの騒ぎではなかったかもしれませんね。この辺は今のところ被害もなく、キジバトものんきに鳴いています。マルオです。マルオものんきに寝ていますね。この辺は今のところ数ミリ程度しか雨は降っていません。これから降るんですかね。おやすみにゃー。